魂の解放を全て消費するかに大きいゲージを開ける。まあ、どんぐらい上がるのか見ていきましょう。おい。え ?100 上がったんだけど。100上がんの待て、これは。これはまずいぞ。これはまずいな。ちょっと待って、これはえぐいな。こ強いぞ、これは。はい、どうも皆さん、こんにちは、ミサです。ライジングフォース使ってみようのコーナーということで、早速なんですけれども、いや、どうですか、ライジングフォース。まあ、僕、ちょっとね、光で作りましたね。得意武器、特殊な武器、ヘルムホルツで作ったんだけれども、まあ、どうかな、この武器が魅力的にまだちょっと映ってないんですけど、どうなんですかね、もうバトル開始、魂の解放一つ得るっていう風に書いてあるんだけど、この魂の解放ってこれでしょ?奥義を発動した味方が魂の解放、解放数に応じて連撃アップ。なんかなぁ、これ、ジョブ武器として使うんかなっていうような感じなんですけれども、まぁ、ちょっと今回はこちらのライジングフォースをお試ししてみたいなというふうに思います。まぁ、光にしてみたけど、光にする必要はあんまりないかなというような気はしてて、まあ、ただね、まぁ、剣豪と、卓になるかな。なんかこう、2ターン目、3ターン目以降に、奥義ゲージ、チェインとかをかます際には、ライジングフォースがすげえ強いから、そういう時に使うくなりそうかな、使いそうかなっていうような印象を得ましたね。で、まあ、フリーアビリティ全部取ったんだけど、とりあえず気になったのがこちらの2つだな。振動、律動強振と、アンリーシュザフーリーってやつですね。まあ、律動強振は味方単体の奥義ゲージを 40% アップっていう風になってて、まあ、これはね、普通に面白いよね。40% アップ何かに使えそうっていうのと、あと、敵に持続性ダメージ。味方全体の魂の解放を全て消費してダメ性能アップと味方全体の奥義ゲージがアップするっていう風になってて、うん、まあ、このアンリーシュザフーリーっていうのを使うことによってなんかこう2ターン目以降の奥義ゲージとかをしっかり稼げそうかなというような印象かな。であと1アビのライジングフォースが奥義性能アッププラスチェンバ上限アップっていう風になってるから、まあ、そこら辺でなんか、まあ、結局俺2ターン目奥義を2回3回使うとかいうところで使えそうかなっていう風に思ってるんで、まあ、ブレグラ適性とかが正直高めなのかなというような印象でしたね。で、まあ、こちらのヘルムホルツに関しては第2スキルはいろいろと悩んだんだけど、まあ、2択で悩んでるね、俺の中では。うん、転生か英雄かな。うん、で、英雄のエンブレムは味方全体が魂の解放数に応じてクリ確率とダメ上限アップっていう風になってるから、まあ、奥義を打てば魂の解放っていうのが上がってくんだよね。魂って戦力が大事が上がってくから、まあ、これによってですね、まあ、2ターン目、3ターン目以降の奥義ダメージをポンポン上げることができますよっていうのがまず一つ。で、こちらの転生のエンブレムは、モッシュ効果発生時、味方全体の非ダメージ時の奥義ゲージ上昇量アップっていう風になってるんですよ。だから、まあ、敵の特殊技、モッシュっていうのがあれだよね、敵の特殊技に、を使う、敵が特殊技を使ってくると、味方全体の奥義ゲージがアップだったかな。んそうだよね。で、味方が奥義を発動した場合、敵の CT が1増加するっていう、まあ、グラビティ効果なのかなっていう風になってて、うん。まあ、こちらの方もすげえ使いやすそうだよな。味方全体奥義ゲージが 40% 上がったら、やっぱ次の奥義をかますっていうのも、やっぱり、楽になるじゃないですか。だから、まあ、HP50% で敵の特殊技を使ってきますよ。で、それで次にその奥義ゲージ上昇っていうのを目処にして、もう起点にしてぶっ放しますよ、みたいな。やっぱこう、超短期戦っていうより、まあ、2ターン3ターン討伐とかの短期戦がメインになってくるのかなっていうような印象だね。で、まあ、こちらのヘルムホルツの奥義効果が自分にハイテンション効果っていうのがついてるんですよ。で、まあ、これによって、まあ、あれだな、ハレゼナの奥義効果みたいな、まあ、攻撃を食らわないとテンションがどんどんだんだんと上がっていくよっていう奥義効果だから、主人公の奥義火力がすげえ高くなるよ。通常火力が攻撃を食らわない限りどんどん高くなりますよっていうような感じになってますね。うん、まあ、そんな感じで、まあ、モッシュ効果中に、なんだっけ、非ダメージ時か。だから、例えばだけど、古戦場の肉集めだよな。古戦場の肉集め中のパンチ、ドコ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 っていうパンチあるじゃないですか。あれの非ダメージ時の奥義ゲージ上昇量が上がるよっていうところで、まあ、奥義ゲージ 40% プラス、このヘルムホルツ効果中の奥義ゲージ上昇量アップで、奥義ゲージを 100%、4チェインを組んでいきましょうみたいな形になる可能性があるっていうイメージだね、ヘルムホルツは。だからそういう意味で使いそうだけど、純粋なダメ上限アップ、奥義使うだけでダメ上限アップってのも使いそうってところで悩んでる感じだな。うん、まあ、ヘルムホルツは正直なんか
ブレグラやるんだったら全然候補になってくるから何属性でも作っていいかなっていう風に思ってんだけど、まあ、ちょっととりあえず実際に使ってみよっか。大事だね。とりあえず実際に使ってみるの。ういっす。で、まあ動きとしては、まあ昔のこれドラムマスターの上位なんだけど、攻撃力の上昇量は、変わらないよ。攻撃力の上昇量は他の、まあ、ドラマスは火力なんか、なんだっけ、5割減ぐらいされてたんですけど、他のキャラクターと攻撃力自体が変わらなくなりました。っていう感じだね。まあ、今 LB 振り切ってないからちょっと攻撃力低めになってるんだけど、っていう感じになってて、で、一アビがすげえ強いね。味方全体の奥義性能アッププラスチェンバ上限アップっていうの1回だから、もうこれ初手使いした後に、まあ、7ターン後にもう一度再発動できるんだよね。だから、まあ、先にこの奥義発動っていうのを置き一アビして、置き一浴びした後にそのまんま進めていくみたいな動きが、まあ、良いことになりそうな感じはしますね。うん。で、じゃあまあちょっとここから奥義パナしてみよっか。で、ちょっとさ、残響魂って鮮度が大事効果に消費して奥義ゲージのアップの効果量をちょっと見てみたいんだよね。これで奥義をかますと、で、まあ主人公は奥義ゲージ最大 200% になるんですけど、うん。これで魂の解放が2になって、これで奥義を、キャラクターが奥義を使うたびに魂の解放効果っていうのが上がっていくと、全体が上がるんだね。メインのジョブマスター武器を装備すると、だから4、最初から4ついてるっていうような感じになるんだな。で、ちょっと3回、まあ、とりあえず3発奥義打ってみるわ。これで、魂の残響が3状態になってますよ、うん、全員3、これ最大3なんだよね。これが最大3になってるから、まあ、これが最大3になってるんだけど、HP25% 以上の時に致死ダメージを受けた際に、3つ消費して HP で耐える、1で耐える状態っていう、まあ、こらえる効果がついてるんですよね。うん。っていうような感じだな。で、まあ、これは、魂の解放をすべて消費するからに大きいゲージを開ける。まあ、どんぐらい上がるのか見ていきましょう。おい。え？ 100 上がったんだけど。100上がんの？待て、これはまずいぞ。これはまずいな。ちょっと待って、これはえぐいな。強いぞ、これは。待て。え、じゃあこれメイン武器、ちなみに1はなんぼよ。ちょっと1はなんぼよ。ちなみに1は何？ 30 なの？じゃあ。おー！すごい！クラリスニアビ持ってんだ、主人公が。あ、これは、すごいアビリティだな。あ、ほんと？じゃあこれ、フレオーリューとか全然ありですね。なるほどね。で、これ、主人公の奥義ゲージが、上昇量プラス 10% っていうのがもう、ジョブ性能でついてんすよ。だから、あ、これはやばいな。なるほどね。何を使おうかな。じゃあ、これ LB とかをこう、しっかり考慮すれば、まあ、最初に、そうね。まあ、奥義を2回放てば、味方全体が奥義を2回放てば、アンリー・シュザ・フューリーのおかげで、シエテの3アビ効果みたいなのがついてんだよ。これはすごいっすね。はあ、そうかそうか。そうか、そうか。で、まあ、ジェットトゥージェットっていうスキルも、ターン終了時、味方全体の奥義ゲージ 5% 吸収するんだよね。奥義ゲージ 5% 吸収して自分の奥義ゲージに変換するよっていう効果によって、チェインずらしとかもできるから、例えば、まあ、クビラを入れましたよと、クビラを入れたよっていう時は、まあ、今のアンディ・シュザ・フューリーだっけ、まあ、あれの効果がちょっと遅れちゃうけど、よいしょ。奥義ずらしとかも容易になる感じだよな。あと、これでニアビ使えばいいんだよ。これニアビ使えばもうずっと、パッシブ効果だから、ずっと吸収し続けるんだよね。これ、こうやって奥義ゲージを 5% ずつ吸収していくから、で、攻撃時に奥義ゲージ上昇量低いから、クビラって。もうこれによってもう、クビラがほぼほぼ奥義打たなくなるんだよな。っていう使い方もできるよな。これで1流して、これで流して、みたいな、ムーブもできますね。だってもうクビラの奥義だってまだ5ターン目で 45% だからね。5ターン目で 45% でなると、まあただこうなってくると、まあ2チェインが確定になっちゃうんだよね。他のキャラクター全部奥義ゲージするから2チェインが最低でも確定になる。
まあ、クビラもう奥義打てない。100% に、ここで 100% になった時に95になるから、その時に主人公が奥義打ったら初めて奥義をかませるって感じかな。もう奥義もうほぼほぼ打てないでしょ。っていう回し方もあるな。そうか、そうか。まあ、にしてもちょっと、魂の残響が3になった時の奥義エージ100アップか。まあか、これ、どう使おうかな。やっぱでも特殊技、敵の特殊技に対応して奥義ゲージがその 40% 上がる模試効果はちょっとうまく使いたいな。だからジェットトゥージェットを使うんだったらアンリーシュザフューリーはちょっとない感じだね。ただ、アンリーシュザフューリーを使うんだったら、まあ、律動強振かモッシュビットを入れていくことになりそうだね。こっちが4チェインをかましましたよ。こっちは4チェインをかましましたっていう時に、まあ、モッシュ効果、敵の特殊技を反応するっていうような敵。で、奥義ゲージを稼いだりとか、まあ、もしくはモッシュビットも完全無視して、まあ、2ターン目に横流召喚だよね。どういう動きをしようかな。例えばだけど、じゃあ、ま、ルリーや、味方全体の奥義ゲージアップ、どうしよう。黒麒麟とかもあるかもしんねえな。例えばじゃあ、こういう編成どうだろう。ちょっとやってみよっか。まあ、これ、まあ、別に光である必要はないからね。まず、俺がなんか無理言って光にしてるだけで、まず光にする理由自体がないんだけど、例えばだけど、じゃあ、フレオーリュにして、多神人かますじゃん。フレオーリュにして、多神人かまして、こうして、こうして、大きいゲージ上げて、コンバ入れて、まあ、攻撃アップ入れてと。まず、これで、4チェインできるじゃん。4アビか。これで、まず4チェインできるでしょ。で、まあ、形組んどいて、ちょっとリロードするね。これでまず4チェインで形組んでおいて、で、次に横流召喚で4チェインの構えを。横流召喚で4チェインの構えを組んでおけば、これによって魂の残響効果が3になるんだよね、味方全体が。だから、これにより3アビを使用することで、3アビを使用することで、味方全体の奥義ゲージが 100% アップするよっていうような感じになってるよね。これでさらに、まあ、奥義ゲージ 40% アップあるから、1人に奥義ゲージ付与使えば、これで最後5チェインできるじゃん。っていう動きどうですか？これによって5チェインできるから、今のでダメージが、まあ、それなりに高くなったりとか、まあ、あと、今4400万だな。まあ、とりあえずそんな感じだけど、例えばだけどね、まあ、そういう動き方もできるのかなってのが、とりあえずの印象。なんかこう、要所で合わせたり、ただ初動がきついね。そういう意味だったら水がやりやすいかも。カツオ召喚とかできるから。カツオ召喚とかで最初の奥義ゲージをこう、しっかりと保証させて、で、そこからぶっ飛ばす、みたいな。そこからなんかこう、対応手を考えるみたいな動き方の方が綺麗になるかもしんないね。まあ何にせよアンリーシュザフューリーの奥義ゲージが残響レベル3だったら全体100上がんのはえぐいな全体100上がんのえぐいね。そういう使い方か。うわー、悩みどころ。まあ何にせよまとめていくと、中じゃないけど、まあ2ターン3ターン締めとかの想定であれば、ライジングフォースを使う機会はかなり増えそう、多そうかなっていうような印象がまず一つありました。で、まあ、剣豪と比べると、初速がないから、まあ、クリュサウルとかと比べると、やっぱデュアルアーツがないんでね、まあ、そこら辺で初速がないっていうところと、まあ、あと初速ホブカバーよりも、なんかこう、次の一手、アンディ・シュザ・フューリーもそうだし、こちらのモッシュピットもそうだし、なんかこう、次に繋がるようなキャラ、動き方、アビリティが多いから、そういうようなね、使い方になりそうかなっていうところでした。で、ジョブマスター武器は正直なんか全属性有用かな、っていう風に思いはしたな。バトル開始時魂の解放1つ得るっていうのはなかなか強え。これはね、意外と、あれ、これ本当にどうなんて思ったけど、実際なんか使ってみるとね、このアンリッシュ・ザ・フューリーと相性がめちゃくちゃいいから、まあなんか全属性で使えそうかなっていう印象だね。まあブレグラとかだったら特に使えそうだったから、まあとりあえずなんか
次のプレグラに来そうな属性とかに作ってもいいんじゃないのかなと思うけど、まあ古戦場とかでもあり得るかなっていう可能性はあるかもしれないっていうようなイメージだなというような感じでございました。皆さんの参考になれば幸いです。それじゃあ、こちらのライジングフォース触ってみたでした。またお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。